パワポケ R さん、とんでもない方法で在庫処分される。ベイスターズコラボのミニゲームの商品としてノートや鉛筆と共にプレゼントされる模様。無料配布とか500円民敗北やんけ。定価で買ったワイにかけてあげたい言葉。2000円で買ったのに。ワイは発売日に定価で買ったぜ。1、2をリメイクしたのはアホすぎる。3まで入れれば爆売れだったのに。言うて投げ売りならちょっと欲しい。あれもらって喜ぶ子供いるんか？ノートとかステッカーと同レベルの扱いなのが草生えるわ。謎の掲示板、パワポケのリメイクしろ絶対買う。前世紀のオリックスもゲーム配布してたのでセーフ。パワポケ R、強く生きて。